海産物とかあのお肉とかそういうちょっと普段よりちょっと贅沢したいなと思うようなものそれなりの対応しているお店が認証されてるっていうことなんでね、まあ、少しは安心して利用できるかと思いますんでね。夏休みなんでやっぱりあのお昼ご飯とか食べに行ったりとかしたいですね。これ本当1000円やっぱり安くあの食べれたりするんでそこはすごくいいと思います。道が今日各地の郵便局で販売を開始したのが北海道認証店応援クーポン。新型コロナの感染対策をした第三者認証店で使えるクーポン券は1冊4000円で販売し5000円分利用できます。感染の拡大が続く中でも経済活動を止めないための取り組みです。お店側は感染対策一生懸命やってます。でご利用するお客様もですねあのマスクをするですとかあの大きな声を出さないですとかそういったですね感染対策を徹底していただいて外食の楽しさあのお友達でもご家族でも楽しさをですねあの思い出していただけたらというふうに考えております。感染拡大や原材料高騰に苦しむ飲食店応援クーポンの今後に期待をしています。少しでも売上を回復に力になってもらえればと思いあのすぐ申請させてもらいました。当初より早めにパーテーションですとか感染対策は必要以上にやってきたので。札幌で鍋料理や発酵食品を売りにしているこちらの店では去年第三者認証店を取得、飛沫防止のパーテーションや検温を徹底するなど感染対策に気を配り安心して食事が楽しめるよう取り組んできました。それがまた認知されてあの来てみて安心安全っていうのにつながっていただければさらに嬉しいなと思ってます。応援クーポンは今月中旬には販売をする郵便局を830箇所に拡大、電子クーポンの販売も予定しています。クーポンはなくなり次第終了で来年1月末まで飲食店で利用可能です。